ユーフマイナス75は中国の第2世代の液体水素と液体酸素を推進剤とするジンバル式姿勢制御装置を備えた水力8トンの液体燃料ロケットエンジンで調整3号で静止軌道に通信衛星を打ち上げるための上段用として1990年代初頭に開発が開始され1994年に初めて打ち上げられた。 より強力な9トンの水力でより柔軟な運用が可能な UF-75D は調整5号の2段目で使用される予定である。UF-75 は UF-77 が開発されるまでは中国で製造された最も強力な極低温の液体水素、液体酸素を推進剤とするエンジンだった。エンジンは高点推進技術研究員で製造される。 中国では1960年代初頭より、国定温液体水素、液体酸素エンジンを開発していた。1984年に、初めて水力4トンのこの種のエンジンの UF-73 で、正式軌道に通信衛星を投入した。UF-75 は1982年に、大型の人工衛星を打ち上げるために開発が、開始された。 u ー75の使用により、調整3号の打ち上げ能力は1.5トンから2、6トンに増強された。u ー75は、液体水素、液体酸素を、酸素、水素の混合比後で燃焼する。調整3号 A、B、C の各形式の第3弾に、それぞれ2機の u ー75が使用され、推進を担う。 u f マイナス75はそれぞれ個別のガス発生器とターボポンプを備えた二組のエンジンで構成される。燃焼室の内壁は溝が形成された銅合金とジルコニウムでできており、螺旋状に巻かれた管で形成されたノズルと互いに接合され内部を冷却剤が循環する。燃焼器の圧力は37.6バーで、ノズルの膨張比は80である。力は 真空中で437秒である。水力は7から8トンである。2機のエンジンの水力方向は2本のシリンダーで方向を変えることが可能である。燃焼時間は470秒である。エンジンは1回だけ再着火可能である。それぞれのエンジンの全高2.8メートルで最大幅1.5メートルで重量は550キログラムである。 ターボポンプの回転速度は4 2 0 0零 r p m である。UF-75 の派生機種である UF-75D は2006年から新型の中国の打ち上げ機の調整5号の上段用として開発が開始された。この派生型はより強力でより柔軟性を備える。UF-75D は以前のガス発生機サイクルより高効率の エキスパンダーサイクルを採用する。燃料、酸化剤の混合比は水力に応じて変更され、複数回の再始動が可能である。水素ターボポンプで使用する二段式タービンの回転数は 6500rpm である。ありがとうございます。